ははい、い、えー、皆さんおはようございます。今回は何に関して言及させていただきたいかというとですね映画を今月3本見に行くということを伝えさせていただきました1本目に関しては、えー、小野田翔尉のね、えー、フィリピンのルパング島で30年間戦争終あったので30年間戦い続けた男、小野田松尉ですね、えー。そして2つ目に関しては007、ね、ジェームス・ボンドのスパイ映画ということで。 えー、あとは、えー、最後に「燃えよう剣」ですね、これ新選組ということで、司馬太郎作品ということを結構皆さん、ね、知ってる方いらっしゃると思うんだよね。で、えー、そのうち、W7、えー、に関してはね、す、え、で、ー、に見ました、小、え、野、ー、田、小尉の小野田に関しては、まあ、フランスの映画なんだけど、えー、先週水曜日、ね、ちょうど1週間前なんだけど、えー、映画を。 見に行こうと思った夜ね。そしたら事故に遭ってしまった結局ミレーテルじになってしまったんです。なので、えー、007を先に見てですね、ダセブ7なかなか良かったですね。はいあのブセブンって結構好きな映画シリーズの中でのものなので、ダブセブン感度が高かったです。で えー、次にね、小野田松陰寺康を見ようかと思ったら、ちょっと時間が合わなかったんで、もいよ剣ですね、もいよ剣を、えー、見ることにしました、昨日、おとといか、えー、見てきました。もいよ剣なんだけどね、皆さん、もいよ剣ということで、まあ、昔から知ってる方だったら、芝羊太郎作品ということで、ね、知ってる方いらっしゃると思うんでね、芝羊太郎のもいよ剣、原作ということで、えー、自分自身はこのもいよ剣っていうのはあのー、もちろんこの当時、50年前は私、生まれてませんからね。 えー、時代劇専門チャンネル今から1415年前20年半ばぐらいの時にね「燃えよ剣」ということで時代劇専門チャンネル仕事休みの時にねあの時代劇専門チャンネルケーブルテレビ入れてたので時代劇専門チャンネルを朝から晩まで見ていました、えー、時代劇ということで、えー、今世紀に入って以降ねあんまり今時代劇っていうのは、まあ、制作されてないわけだけど えーまあ、いわゆる昔のね、えー、戦後、1960年代、80年代とかね、もしくは90年代って、結構多くのね昭和の時代から平成の初めにかけてね、数多くの時代劇ってのはね、えー、テレビでいつものように応援されてたの最近、時代劇がまあ少なくなってるのは非常に悲しいなって感じがしますね。まあ、時代劇を見て育ったもので えそれなので私はこの武士道というものは何ぞやってここの体に染みついたのかなって感じがします。私の祖先はね、えー、武士ですから、庄、え、屋、ー、も,も家系でもあるんだけど武士と混ざってるんだけど、えー、その中でやっぱ武士道というものを考えてい、ね、くと、まあ、突き進めていくとね、私はやっぱり常々素晴らしいものがあるかなって思います。その中でまあ子供の時からその時代劇を、ね、見てきて、 武士道たるものは何,たる何なのか、侍とは何な,る何なのかというのを見てきてね、感動が堅々ですえ一昔前の時代劇というのは非常にね、えー、良いものでした、監督とかねが、えー、素晴らしくて。 えー、その演じる役者も、ね、すごく、えー、演技力があって良かったし演出とか、ねまあ、音楽とか全ていろんなものを見てみて今良かったなって感じがするんだけど、えー、ここ昨今時代劇がまあ制作されてるのは非常に寂しいですね、えー、制作されてる中でもねまあうーんこれはちょっとねっていうのばっかなんでね寂しいところで,すで今回は「燃えよ剣」ということで。 えー、実際50年前のね、栗塚朝日主演の模様見を見てきた自分ですけど、えー、今回映画館でね、新しい模様見を見させていただきました。V6 の岡田君が土方役ということで、あとは近藤勇役に、えー、鈴木亮平さんね、えー、ということで、まあ、あのー、悪くはなかったですね。ただ なんて言うかな、私、正直な話、この萌を、もえよけんを、クリス・ガサ主演のやつをね、まあ、これドラマ化だからね、見てたのもあって、まあ、まあまあかなっていうのが正直な感想ですね。はい。えー、どういったところがっていうとね、まあ、監督とか脚本とか、監督がいろいろやってると、まあ、脚本とか演出がちょっとイマイチだったかなって正直な感想なんですね。まあ 正直、まあ、この3時間に満たない映画ですからね、も様剣っというのは、まあ、ドラマでやってたもので、昔のやつはね、それって結構長編だったからあれなんだけど、3時間に満たない中で、三玉武州三玉時代から函館の戦士まで、ね、描くってちょっと無理があったかなって感じで古く、薄く広くっていった感じだし、ナレーションとかね、真実をもっと、ね、スタイル充実させるべきだったなって感じがします。 武士とたるものは何なのかっていうのをもっと如実に伝えるものが良かったかなと思うし音楽も昔のねこの萌えをけ昔の萌えをけのねあのオープニングのね音楽なんかもかなりまだ気に入ってますけど まあその方がやっぱり良かったかなと思いますねまあ一昔前に比べたら役者もそう監督もそうなんだけど役者とかもやっぱりちょっと私はね劣る面があるかなって感じがするんですただまあ土方役のね岡田くんとかもしくは近藤さん役の鈴木良平くんはねまあすごくあのー、いい味は出していたかなって感じがしますあとは演出かな脚本演出がしっかりしていればなっていうのがちょっと思うところですちなみに 見たことがない方ね、もうよくよんっていうのは今,今までまあそのこの映画化されて知ったって方いらっしゃるたすあの司馬太郎原作のやつですね。で私はこの J 駅専門チャンネルでこれ何度も見てきたので、クリス・カー最終演のね、えー、これ全部買っちゃいました。えー、1個あたり税込みで6090円,円か、えー、だったんで、1, 2, 4万2000円ぐらい。 かけてね、ちょっと集めたんですね、インターネットで、ね、買ったんですけど、全部7巻揃えてます。えー、これを見ると、まあ、第1話の新選組前夜から、えー、そこから函館での,、まあね、あの土方が討ち死する辺、えー、りですね、そういったのを見,見ましたけど、まあ、自分自身が昔はまあ東京住んでてね、まあ、よく高畑不動とかね、あとは調布とか日野とかね、あの辺り、多摩の辺りも行きましたし、 えー、あとは、えー、土方歳三を追って、えー、池田屋さかね事件の場現場とか行ったりとかねあとは、えー、東北に転戦してということでこれでは去年は宮古湾海戦の場とかねあとは会津若松会津城、ね、会津での戦いでも参戦してますから。 最後にまあ五郎閣ということで、函館五郎閣を訪れて、土方歳夫が最後の地ということで、その地の近くにまあ火があってね、そこで手を合わさせていただきました。秋平、えー、新選組、秋平、土、えー、と歳三っての出てくるので、ぜひ見ていただきたいと思うんだけど、 私はまあ新選組が好きな人間ですね、まあ砂漠派、倒幕派とあって、まあ、このいわゆる江戸末期から明治にかけてはねまあその上位とかいろんなことがあったんだけど、えー、その思想う云々とか砂漠、倒幕関係なくね考えて、えー、私はこの新選組は非常に好きで土方歳三、えー、近藤勇に関してはね、ね私は尊敬する、亡くなった方ですけど尊敬する、えー、偉人です。で えー、なので、ねまあ、今後ねまたいろんな新選組関連のところはこれからも訪れていただきたいかな行きたいかなって感じがしますね。えー、指導にマジック言葉、ね、あるわけだけだど まあ、とにかく皆さん、この、イえケンということで、まあ、映画で見られる方もいらっしゃると思うんだけど、昔の50年ほど前のイえケン、クリスカ・アサヒ主演のね、クリスカ・アサヒさんは今、まだ京都に住まれてるのかな、84歳というか、まだご存命の方ですけどね、50年前の映画ということでね、まあ、そう考えたらすごいなって感じはするんだけどね、えー、とにかく、えー、ぜひとも。 まあ、映画でぜひ、まあ、見ていただきたいと思うし、えー、ぜひともこちらの方、古い方もね、えー、見てみるといいんじゃないかなって感じがします。ということで、映画鑑賞を、えー、させていただきました。次回は、小野田少尉の小野田ですね。えー、これ、日本の映画じゃないので、どこまで、えー、かなっていうのがあるんだけど、フランス人監督が描いたものということで、えー、ちょっと、まあ、ものすごい期待は持ってないんだけどね、えー、だけどちょっと、えー、見に行ってこうよと思ってます。そして えー、見た後にね感想を述べさせていただきたいと思ってますのでよろしくお願いいたします。<laughs>